おはみん共和国。はい、どうもこんにちは、なるみんことシーナなるみです。どうもこんにちは、レペゼン地球ことなるみんです。これでいいんでしょ、これでいいんでしょ。社長それやってたやつ。そうちゃんと見てるよ、しっかり。ちなみにちょっと今日はこの異色の2人なんですけど、今回は DJ 社長に妊娠ドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。私とあのリンタさんが付き合ってる設定 で私が妊娠しちゃいましたみたいな、で社長に付き合ってる設定じゃない、付き合ってる設定。いや炎上する炎上するからマジで。社長に相談するみたいな、妊娠しちゃったんですけど、どうすればいいですかみたいな感じで、でもちょっとなんかクズな感じで、そうクズマジで金渡すから下ろしてっていう設定で。そうそう、それでまあ私は社長に泣きながら相談するみたいな感じの、いいねそれ。そうドッキリをちょっと今日は仕掛けていくんですけど、この後みんなでちょっと飲み会があるので、そこで、まあ、2人でまず行って、まあ、匂わせてから、まあ、3日後とかに社長になんか打ち明けるって、この計画性私たち完璧完璧。社長ねだけどね、あれですよね、すぐ勘ぐるからね、引っかからないんじゃないのかなとかも思いつつ、頭いいよ、天才天才。結構うちらも計画ねって、そうあんなバカずらしとうけどね。ガチでちょっと今回は引っ掛けていきたいなと思います。頑張りましょう。頑張ろう。付き合ってるよ。付き合ってない、炎上するから炎上するから。さあ始まりました、 DJ 社長妊娠ドッキリ。妊娠ドッキリということで人間性が試されるこの企画、果たして感動的な展開はあるのか、ドッキリスタート。お疲れです。おはようございます。おはようございます。え、びっくりした。教えただけやったら後々申し訳ないと思います。今日ちょっと呼んだ理由がですね、僕たち実は付き合ってたんですけど。あ、そうそうそう、社長と、社長が動画で出てたじゃないですか。その時ぐらいに、てかだってこの前あの腹ペコステーキ来た時、あ仲良かったんだと思いながら。ああそうそうそう。あそうなんや。そうです。でそれで、まあ、なんで付き合ってて、それで1週間前に妊娠が発覚してしまって、そしたからそれちょっとでなんかそのでそれでなんか。一番仲いい子も来てくれて、でなんか社長にやっぱ言わないといけないみたいな伝えようと思って、そう感じです。絶対ドッキリや。いや違います。いやでも私は1ヶ月ぐらい前から結構相談受けてて、なるみからなるみからの言い分しか聞いたことないんで、まだ2人がどうするとか、どう思ってるとか、まあ、知ってたのとかも知らないんですけど、俺が動画撮ったの1ヶ月半前とかに知ってたら妊娠発覚するには早すぎる。生理がものの 1,2 週間ぐらいじゃん。だからちょっともう終わった。でも社長に引っ掛けるのがダメやったんちゃう。マーチャーうまいっておったよ。社長に終わった。無理無理、さすがにもうマーチャー笑いすぎなんだけど、どっちもマーチャーフォローしたのにさ、なんで社長に引っ掛けるのは俺に引っ掛けたりした方が絶対に確かにそれあるやん。そうなんだ。めっちゃわざとその飲み会の時とかも一緒に行ってずっと隣いたじゃないですか。全然遅れた。そまで一緒にわざと。え、そこから伏線張っとったの？そうだけど下手くそや。こんなことある、パクバレ。そんなクバレ。前代未聞。職場で10分ぐらい俺も引っかかってくれよ。間違いない、大人の対応してください。カメラ切り替えました。ここにあるカメラ。カメラここまでわざわざセットしたんですよ。あ、でも分からんわ。めっちゃ頑張ったよね、このセット。分からんわ、それは。よかった、これだけで満足だ。バレちゃいました、社長。どうでした？全然分からない、ドッキリだったぞ。ドッキリだったぞ。ドッキリ、これ編集で、編集で。どうにか。ありがとうございました。僕たち引っかかりました。まあでもやらせじゃないけんね。終わりでーす。こういうオチが待ってる。やらせじゃないけん。多分ね、他の YouTuber ってほとんど多分全部やらせだと思う。リアルガチだから。リアル、俺らリアルガチ。やばいよ。全然ね。これが事実だよ。これが現実だよ。これがテレビとかの世界の事実。本当は。事実。すぐバレる。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。